一月ぶりぐらいで、まあ、お久しぶりですという感じでございますが、まあ、気候もちょっと暑さ和らいだりして過ごしやすくなってきたなと思う土曜日の午後に、あ、またあいつかと思われるかもしれませんけども、これ全10回のコースになってますんでね、今日入れてまだあと4回ありますんで、お付き合いお願いしたいと思います。で、今日は、まあ、追加の資料として町人仕事創生のこの内閣官房が作られている、長期ビジネスと総合戦略の、まあ、概要版みたいなものと、それからふるさと納税の関係の資料もお配りしています。で、今日はふるさとづくりと地方創生地方活性化の関連ということで、まあ、似ているのか似ていないのか、どこが違うのかというような話をさせていただこうというふうに、思います。で、まあ、一言で言いますとですね、今まで私が説明してきたこのふるさとづくり有識者会議で議論してきたふるさとづくりっていうのは、ふるさとっていうのは必ずしも住んでるところに限られない、皆さんがまあ心を寄せる場所がふるさとであって、そこと何らかの関わりを持っていこうというのが、まあ、このふるさとづくりの趣旨であったわけですね。で、この地方創生とか地域の活性化っていうのは、その自分が心を寄せる場所ではなくて、現に住んでいる場所ですね。守谷なら守谷をどうしていくかっていうのが、この地方創生地方活性化の取り組みで、主にまあこれは行政主体で行われる。行政っていうのはつまり、まあ、茨城であれば茨城県と、それから守谷であれば守谷市ですね。行政主体の、まあ、取り組みであります。で、まあ、過去にもそのこのような類似の施策はあったんですけども、まあ、必ずしも、まあ、うまくいってないというかですね、成果が上がってないというのが現状ですね。で、今、まあ、昨年この町人仕事創生の法律が秋の通常国会で成立いたしまして、この法律に基づいて何回かご説明しましたが、全ての都道府県市町村でこの町人仕事創生法に基づく、まあ、人口ビジョンと、それから、まあ、地域の戦略ですね、このプランを今作ってます。一番早く作ったのは京都の方の自治体でもすでに作りましたというところもありますが、大体の自治体は今、まあ、作っている最中です。で、この法律自体はですね、この各都道府県や市町村にこの人口ビジョンと成長戦略を作れということを義務付けているわけではありません。これは努力義務といいましてですね、法律上は作成するように努めなければならない、あるいは努めるものとするという書き方をしている。努めるというのは努力の度ですね。だから、まあ、できれば作ってくださいねというような、まあ、趣旨ですね。これは、まあ、地方分権っていうのをずっとこう政府が進めてきましたので、地方団体にいろんな計画を作ることを義務付けたりですね、あるいはその計画の内容をこういうことを書きなさいということを法律で決めるということはなるべく、まあ、やめていこうという、まあ、そういう方針もあるものですから、この計画創生法に基づくこの人口ビジョンと総合戦略自体は義務付けではありませんが、全ての自治体が今作るということで取り組んでいます。なんでかというと、義務付けではないんですけども、この人口ビジョンと地方総合戦略を作ってですね、その総合戦略に位置づけられた事業に対して、まあ、交付金が出るという仕組みになっているものですから、作らないと交付金もらえないんですね。だからもう交付金なんかいらないよということであれば、まあ、作らなくてもいいんですけども、まあ、大半の自治体はですね、財政状況が厳しいという中で、それを作らないということになると、交付金もらえるのになんでうちの市だけ作んないの、なんでうちの町だけ作んないのということが、まあ、議会なり、あるいは住民の方から、まあ、
問われるわけですね。ということもあって、まあ、全ての自治体が今取り組んでいるということです。で、まあ、お手元にこの町人仕事創生長期ビジョン総合戦略、この概要版、内閣官房が作ったものがお配りしています。で、この町人仕事創生法の、まあ、法律の作り方といいますかですね、これは最近の基本法といわれる法律によくありがちなパターン、ありがちなパターンとかって言うとちょっと怒られるかもしれませんが、最近の基本法で多いのは、まあ、なんとか基本法っていっぱいあるんですね。で、町人仕事創生法も、まあ、基本法みたいなもんですね。で、それにはまず基本理念とかですね、あるいは法律の趣旨みたいなのがまず書いてあってですね、で、国の責務とか都道府県市町村の責務なんとか書いてあって、で、その次にですね、大体その国がまず基本方針なり、総合計画みたいのを国が作ります。で、これ大体閣議決定ってことになってます。で、国が作るとその国の基本方針なりを、まあ、参考参酌して各都道府県なりあるいは市町村も、まあ、それぞれの実情に応じて、まあ、計画を作りましょうとか、まあ、そういう形になってるわけですね。大体基本スキーも同じです。で、この町人仕事創生長期ビジョン総合戦略は国のその作った長期ビジョンと総合戦略を、まあ、簡単にまとめた、まあ、パンフレットみたいなものをちょっと打ち出してきたということですね。で、まあ、これ役人が作ったものですから見てもあんま面白くないんですね。面白くないっていうのも変ですけども、で、グラフとか、まあ、最近はいろいろ使ってですね、ビジュアルに分かりやすくはなってますけども、まあ、一体何をしようとしているのかということを端的に言うと、できるだけ日本の人口を減らさないってことをしようとしているってことですね。まず一つは今少子高齢化が急速に進んでいます。で、日本の人口はもう数年前をピークにどんどん今度右肩下がりで減っていくという状況に、まあ、想定されます。で、その減り方もですね、若い人が減って、まあ、高齢者の数はほぼ、まあ、横ばいだと思いますね。ただ若い人が減るんで全体が減っていく中で、若い人が減ると、まあ、高齢者の占める割合が、まあ、高くなるということで、まあ、超高齢化社会に向かっていくということですね。で、若い人が減って高齢者が増えるとどういうことになるかというと、結局生産年齢人口といわれる、まあ、働き盛りの人たちの、まあ、年齢層のところがですね、どんどん少なくなっていくわけですから、そこの年齢層の人たちは何をしているかというと、仕事をして所得があると税金を払っているわけですね。ところがその税金を払う人たちが減っていくと、で、一方で高齢者が増えていくと、これは社会保障費が今でも、まあ、かなり増えていますけれども、まあ、医療だとか福祉だとかそういうものにやっぱりお金かかるわけですね。そうすると、まあ、高齢者の方は税を払う方はかなり少ないですから、そうすると税を払う方の人が減って、まあ、使う方の人って語弊がありますけれども、まあ、社会保障の方が増えるということになりますから、なかなか財政状況が厳しくなる。そうすると、まあ、この人口減少を何としてでも食い止めようというのがこの総合戦略の一つのポイントです。で、もう一つのポイントは東京一極集中を是正しましょうということですね。人、金、物が、まあ、あまりにも東京に集中しているので、地方を何とかしようということで、その2つが、まあ、主眼になっています。で、これは、まあ、昨年の秋の臨時国会でこの法律ができたわけですけれども、まあ、政府が地方創生に一生懸命地方も何とかしなきゃいけないということで取り組みをするって言い出したのが、まあ、昨年の、まあ、4月以降ぐらいからだったでしょうか。一つは、まあ、皆さんご承知のように、まあ、自民党政権になってですね、安倍内閣になってアベノミクスということで経済対策をいろいろ打ってきました。で、株価も、まあ、最近またちょっと中国の関係で株価下がってますけれども、まあ、7000、8000とだった時代から比べるとですね、倍以上に株価も上がってるけれども、アベノミクスの効果は都市部の一部に限られていて、地方になかなかこの効果が浸透してないじゃないかという声がやっぱり、まあ、地方の方から、まあ、起こっているということとですね、で、それを、まあ、なんとかしようということが、まあ、表向きですね。で、まあ、
口の悪いマスコミとか言うとマスコミの方怒られるかもしれませんが、まあ、その時結構実話ということで報道なんかされてたのは、まあ、去年の4月ぐらいからそういう声が出て、法案が出たのは秋の臨時国会ですが、そうすると何を目的としているのか、そうすると法案できたのは去年の秋の臨時国会です。で、今年の4月に何があったかというと、まあ、統一地方選挙がありました。で、まあ、統一地方選挙といってもですね、最近統一率がだいぶ落ちてきましてですね、まあ、都道府県議会議員は47のうち、まあ、それでも40近くは統一地方選挙で行われていますね。外れてるのはですね、東京都と沖縄県と、あと東北3県と、ここ茨城県は統一選挙じゃないんですね、県議選が。まあ、東北3県は東日本大震災の年に統一選挙がちょうど当たったもんですから、とても、まあ、3月11日ですから、統一選挙4月なんで、とても選挙どころじゃないということで、まあ、半年ほど統一選挙の期日を東北3県だけずらしたんですね。なのでこれずれていると。で、東京、沖縄、茨城はなんでずれているかと。兵庫もずれてたんですけども、これは阪神・淡路大震災が1月17日で、統一選挙はその年の4月に予定されてましたので、これもちょっとまあ、3ヶ月あったんですけど、選挙なかなか難しいってことでですね、その時一旦ずらしたんですけども、兵庫はまた特例で、選挙の期日だけは確か戻したはずなの で、茨城、東京、沖縄、まあ、これ余談ですけど、なんで外れてるかというと、沖縄は、まあ、復帰した時期の問題があるので統一選から外れていると。で、茨城と東京が外れてるのは、まあ、それぞれ議会でちょっと不祥事があってですね、議会が自主解散とかしたもんですから、まあ、外れてるんですね。で、市町村の方はもう統一率って3割ぐらいしかありません。これ統一地方選挙が始まった時はかなり4月の、まあ、第2週の日曜日が都道府県政令指定都市の選挙ですね。で、第4週が市町村の選挙と決まってたんですけども、やっぱり市町村の方は首長さんが、まあ、いろんな事情で辞められたりとかですね、あるいは市町村合併とかそういうのがあったりして、これ昭和の大合併と平成の大合併2回ありましたから、これでだんだん統一から落ちてきているんですね。まあ、そうは言っても、まあ、そこそこの市町村あるいは都道府県の選挙が、まあ、まとめてあるということで、まあ、その統一選挙を睨んでですね、アベノミクスの効果がやっぱり地方に浸透していないということだと、やっぱり統一選挙を戦うのに具合が悪いんじゃないか、それで、まあ、地方にもちゃんと目配せしてますよということをアピールするために、まあ、地方創生ってやってんじゃないかというふうに、まあ、言われる向きもありました。まあ、正確なところどうかわかりませんが、ただそういう、まあ、なんて言いますかですね、意図が、まあ、全然なかったわけではないと思いますね。やっぱり統一選挙があるということを、まあ、意識した上で、この町人仕事創生ということも、まあ、行われたんだろうと思います。ちなみに、私が勤務していた徳島県はですね、県議は統一だったんですけども、知事選は、まあ、いろいろ知事が辞められたりして、統一から外れてたんですが、私が徳島県でその市町村課長ってしてる時に、その市町村課長って選挙管理委員会の事務局長もするんですけども、徳島県はなぜか44年ぶりにですね、知事選が統一選に復帰しましてですね、44年ぶりにダブル選挙という、まあ、ことになりまして、まあ、ダブル選挙になると選挙管理委員会大変でしょうなんてみんなに言われたんですが、これ余談ですけど、課長が大して大変じゃないんですね。部下は大変ですけど、課長はね、やることが1回で済むんで、例えばこう不在者投票の施設を集めた説明会とか、あるいはその市町村の選挙管理委員会を集めた説明会とか、マスコミを集めた説明会、これ1回で済むんですよね。で、これも余談ですけど、四国は徳島だけ知事と県議が一緒なんです。で、高知はですね、県議選が4月で、その秋に知事選あるんですね。その年2回同じことやらなきゃいけないんですよ。で、高松、香川は前の年に、知事選があって、半年後にまた県議選とかに
そんな感じなんですよね。愛媛も同じような感じなんですよ。だから1年の間に2回もやるよりは1回ですやった方がいいですね。でこれコストも安く済みますしね、あの億単位で違います。それぞれやるのと一緒にやるのでは、これ投開票が1回で済みますから。で投開票は県の選管はやらないんです。これ市町村の選管ですから。だけどあの県議選と知事選とね両方やると大変そうに見えますけど、これ2つ重なりますから見えますけど、よくあった国政選挙って大体2つ3つ一緒にやってるんですよ。衆議院で言えばあの選挙区と比例とは裁判官の国民審査ありますからやってるので、別に慣れてるので、まあどっちこじゃないんだろうということで、まあ私の時はあの44年ぶりなんで絶対ミスるなと言われてですね、まあ大したミスもなく終わったんですが、今年私の後輩がやっぱり徳島県で選挙管理委員会の初期長やってるんですけど、徳島市選管で大きなミスがあってですね、ちょっと大変だったようですけどね、まあ、マスコミなんかにも報道されましたけど、投票した人の数より投票された票の方が多いというですね、まあ、ごく稀にそういうことはあるらしいんですね。これは全国初ではなかったようなんです。で投票した人より投票した数が少ないってことはねよくあるんです。その場合は、まあ、持ち帰りとかってですね、まあ、あのまあ本当に持ち帰ったかどうか分かりませんけど、だって持ち帰りとかやってるんですけど、投票数の方が多いっていうのはですね、どう考えても説明できないんですよね。これ、まあ、散々な目にあったようですけどね、今もちょっと多い引いてるみたいですが、まああのじゃあちょっと余談ですけれども、話を戻しますと、そういうことで、まあ、国の方がねこの地方創生ということで、まあ、一生懸命やろうとしているということですね。でこれがうまくいくのかどうかってことですね。でこれどうも見ているとですね、結局何と言いますか、この、まあ、国が作ったこの戦略もですね、それから各自治体が作ってる戦略もですね、一応、まあ、各自治体に求めてるのはまず人口ビジョンを作ってくださいってことなんですね。今後20年30年、その自治体の人口がどうなるかっていう想定をまず立ててくださいということですね。それからそれをその想定を立てた上で、少しでもそれが減らないようにですね、まあ5年単位で、まあ、まずはその戦略を考えてくださいっていうのが総合戦略、つまり人口ビジョンというのでまず人口のこの見通しを作って、その上でその人口を維持できるように、総合戦略を作るということになっています。そうすると何がポイントかっていうと、その人口がどうなるかっていうこの人口ビジョンを作るっていうことですね。それはあの絵に描いた文字でよければですよ、守谷の人口が50万になりますとかって、まあ、絵は描こうと思えば描けますけど、そんなものはまあ実現可能性はほぼないですよね。ほぼないとか言うと守谷市に失礼ですけど、まあ、いきなり50万なんて言われたってあの、まあ、それは無理なので、日本全体の人口がこれだけ減っていく中でですね、その人口ビジョンの作り方をどうするかということですね。でそれをその人口ビジョンを作った上で、まあ、それはまあある程度その絵空ごとではない人口ビジョンを作るとしますね。そうすると30年後には例えば守谷で人口10万になってますというビジョンを作ったとしたら、その30年後に10万ということを達成するためには、まずはこの5年で何をしなきゃいけないかということで、この総合戦略を作るということになってます。でこの総合戦略、もちろん人口ビジョンの方は各自治体によって地理的条件社会的条件、全部違いますから、人口ビジョンの作り方っていうのももちろん変わってきますね。ただほとんどの自治体は多分減るということになります。ただあの首都圏近郊のですね、現在でも人口が増えているというここの守谷のようなベッドタウン的なあの都市はですね、横ばいとかちょっと増えていくと、まあ30年後までずっと増え続けるかどうかは別にしてですね、しばらくは増えていくという自治体も、まあ都市部近郊のですね自治体には あると思いますけど、大半の地方部はもう減っていくと
で、昨年の6月ぐらいに、元岩手県知事の増田裕也さんという人が、座長しているなんとか会議でですね、消滅自治体なんていうレポートを出しまして、30年後にはもう消滅してしまう自治体が結構出ると。ところが都市部なんかでもですね、豊島区なんかは消滅の危機だとかっていうデータになってるんですね。人は多いですけど単身世帯があそこは非常に多いんですね、豊島区なんかは。であと学生なんかもたくさん住んでますね。なので都市部だからといって人口が減らないというわけでもないんですね。なのでそれぞれのその自治体の状況を見てですね、まず人口ビジョンというのを作った上でそれをキープできるようなあの戦略を立てていきましょうっていうのがこの総合戦略なんですが、まあおそらくですね、どこの自治体も、似たような状況ならですね、似たような施策がですね、多分似たり寄ったり、少子化対策だとかですね、あるいはその移住人口をですね、どんどん外から人を呼び込みましょうとかですね、大体同じようなことだろうと思いますね。役人が考えることだって限度がありますから。ただ役人が考えることは限度があるということで、各自治体でこの総合戦略なんかを作るときに民間の方とかですね、そういう方にも幅広く入っていただいて、なんか検討組織を作ってですね、作りましょうというようなことをやっているところもあります。結構多いと思いますね、そういうところは。ただそういう取り組みもですね、私の経験があると団体規模が大きくなればなるほど、やっただけというかですね、ほとんど形骸化していると。大体そのところに入っている人はですね、大体なんですそこで力を込める話でもないんですが、大体いろんな経済団体とかそういうところの会長さんだとかですね、そういう人たちですよ。大体審議会慣れしてますね。県の審議会って大体こんなもんだろうと出てて、言いたいことは言うんだけど、最後は県が出してきた案にね、多少は修正しますけど、大体その通り取っちゃいますね。だから実質的な議論はあんまり行われないです。むしろ規模の小さなところでですね、市民の公募委員なんかをたくさん入れてですね、やると面白い議論とかいろいろ出ていいんだと思いますけども、ただ欠点はですね、まとまらないってことなんですね。それやるとそういう審議会なりですね、なんとかって最後どっかにまとめないといけないんですよ。修練させないと。そこはどう修練させていくのかっていうのは役所なり、あるいはその審議会の会長さんなりの腕の見せ所なんですけども、公募委員いっぱい入れてですねやると、いろんな意見が出て議論は面白いかもしれませんけど、時々なんかつかみ合いの喧嘩になったりとかする例もあるようなんですが、結局結論出ないことも多いので、どうやってまとめていくかってことですね。それは公募委員の方は一市民として来て、自分はこうしてほしいってことを言いますよ。でそれ実現できるかどうかっていうのは分かんないけど、とにかくこうしてほしいんですから、そう言いますね。だけどいろんな人がいろんなことを言うと相反することを言う意見も出るかもしれませんし、それをまとめていくのはなかなか大変なんで、どっちがいいかっていうのは両方なんですけども、そういう委員の方をバランスよく配置してですね、最後現実的なところに落ち着けていくっていうのがやっぱりこの総合戦略を作っていく上でのポイントですね。と言いますのが、総合戦略ってこの法律に基づくまでもなくですね、森吉もそうだと思うんですけども、その法律に基づかなくても市町村の方では長期なんとか計画とかですね、大体総合計画みたいなの今までも作ってるんですね。今までも多分第1回にご説明があったと思いますが、森吉の総合計画っていうのは法律に基づく、この人待ち仕事の創生法に基づくものじゃないと思うんですけども、総合計画っていうのは大体お作りになっているんです。ただこの総合戦略と総合計画の違いは、法律に根拠があるかどうかってところもあるんですが、大体各自治体で自主的に作っている総合計画っていうのは結構バラ色の総合計画になっているんですね。人口もこう根拠なく増えていくようになってたりとかですね、で施策も総合的にいろいろ盛り込んでるので、なかなか総合計画ですから、基本方針ですから、あんま細かいところまで書かないまでも割とこう楽観的なものが多いんですね。で人待ち仕事のこっちの方はですね、その総合戦略に位置づけた事業の成果を検証するって言ってるんですね、政府の方が。で成果を検証して成果があったらちょっと交付に出しますよみたいな話もあったりしてですね、ということは、ある程度現実的なものの内容にしないといけないっていうことですね。
で、おそらく守谷市の方でも今作ってると思います。で、これは要するに今ここにある守谷市を将来どうしていくかっていう、まあ、現実的なものですね。皆さんの暮らしをどうしていくのかという計画ですから、あの私がご説明してきたふるさとづくりとは、ま、全く無関連ではないんですけども、直接そのイコールではないということですね。ちょっと分かりにくいんですけども、守谷市のためにやるのが総合戦略で、私が今まで説明してきたふるさとづくりっていうのは、もちろん守谷に住んでる人は守谷がふるさとで構わないんですけども、他にもふるさとがあってもいいんです。あの私が今まで説明してきたふるさとづくりっていうのは、守谷に今住んでる人は、私は守谷ふるさとだと、でも出身が例えば大阪だったら大阪もふるさとで構わないんですね。でも人町仕事の方は、だからといって守谷が大阪のためにやるわけじゃないです。守谷は守谷のために作るというのがこの人町仕事創生ですね。あ、町人仕事か、これ順番よく間違えちゃうんですが、でちなみにあのこれ町人仕事創生法っていう法律なんですけども、国の法律ってあまり題名にひらがな使わないんですね。でしかも町人仕事の間に中黒が入っていると、こういう法律はあのなんかあの今まで初めてだそうです。それで創生っていう言葉を法律上使うのもなんか初めてだったそうですね。で町人仕事創生という、まあ、パッケージでそういう言葉で、まあ、法律を作ったということで、まあ、あの法制執務的には結構異例のことらしいんですよ。元法制局の方があの書かれていたあの論文なんか読みますとですね、まあ、それだけまあ力入ってますってことなのかもしれませんが、ただあのこれ戦略ですから、これ作った後どうするかっていうのがまあ非常に重要なんですね。だから作った後それを着実に実行していけるかどうかっていうところがやっぱりポイントになってきますから、それはやっぱりまああの戦略作るのは市役所ですけども、当然議会でチェックをしていく、あるいは市民の方もチェックをしていくというようなことがまあ必要になってくるんじゃないかというふうに思いますので、これまあ守谷でも今作られていると思いますのでね、あの皆さんもぜひ注目していただけたらいいんじゃないかというふうに思います。でこれは町人仕事創生ですが、あの先ほどまあ過去にも同じような取り組みがあったけれども、まあ、必ずしもまああの成果を上げてないというふうに申し上げました。それでこの町人仕事創生法のように法律を作って、国があの戦略作ってそれを参酌して、都府県や市町村も戦略作りましょうっていうような類の法律っていうのは今までありませんでしたけれども、この創生という言葉をつけた事業は過去にもありまして、平成元年2年、まあ、2年度間ぐらいで行われた、あのご記憶あるかもしれませんけど、ふるさと創生の事業がありますね。当時あの竹下内閣が、まあ、ふるさと創生っていうことを打ち出してですね、でふるさと創生1億円事業っていうのを、まあ、あの国の施策として打ち出したわけですね。ふるさと創生1億円事業で、あの先ほど申し上げから申し上げている町人仕事創生は、あの戦略作ってその戦略に位置づけられた事業に対していい事業には交付金出しましょうと、こういうことなんですね。だからいいアイデアには応援しますよというスキームになってるんですけども、まあそのいいアイデアとあの受け止めてもらうためには、まあ、総合戦略作らなきゃいけないんですが、ふるさと創生1億円事業はそうじゃなくて、とにかくお金を渡しますと、各自治体に1億円ずつ、これあの団体規模に関係なくですね。だから市町村でいうと人口300万超える横浜市も1億円、人口200人に満たないですね青ヶ島村、あの東京都の小笠原の方の島ですけど、人口200人に満たないような島も、島では村も1億円ですから、これ一律1億円なんですよ、ふるさと創生1億円で。どういう形でこの1億円事業を行したかというと、あの地方交付税を算定するですね、基準財政需要額っていうのに1億円単純に積んだんですね。でまあ、これ交付税の仕組みが分からないとピンとこないかもしれませんけども、普通交付税の仕組みっていうのはそれぞれの市町村、例えば守谷市なら守谷市が1年間行政運営をしていくにはこのぐらいお金がかかるでしょうっていう額を計算するんですね。それを基準財政需要額というんですが、仮に計算したらですね、
まあ、あの100、まあ、単位は大奥でも何でもいいんですけども、まあ、100の財源がいると。森屋氏がその1年間ですね、皆さんにいろんな行政サービスを標準的なですよ、その贅沢は抜きにして標準的な行政サービスを提供するには100の財源がいるというの、これはもうあの計算式です。これはあの今では当時は実証ですけど、今総務省が決めてます、これ計算式を。これかなり細かい計算式なんですけど、これ100ぐらいいると。で一方で森屋氏の今の人口とか所在している企業の状況を見ると、税金がまあ標準的にですね80ぐらい入ってくるでしょうと。ちょっと足りないですよね。行政サービスを提供するのは100、標準的な行政サービスを提供するのは100いるの。これまあ大雑把な説明ですから、細かいところはもっと細かいんです。で80しか入ってこないと、ここ20、これを交付税という形で国から交付しますというのが地方交付税の仕組みなんですね。でこの原資は法人税とか、所得税とか避けずですね、これでまあ一定割合、これも法律で決まってます。当時は約まあ 33% ぐらいでした。それを原資にこう穴埋めするっていうか交付するっていうのがあの交付税の仕組みなんですが、ここを計算するときに各自治体で計算します、それぞれ自治体ごとに。ここに単純に1億プラスしたってことなんですね、プラス1億。そうすると、まあ、交付税を、まあ、厳密に言うとこっちが多い団体は交付税もらってないので、こっちに1億入れても1億来ないんです。だからあの1億円事業、ふるさと創生1億円で、全都道府県市町村に1億配りましたと申し上げましたが、交付税をもらってない団体には厳密に言うとこの1億は行ってないということですね。その代わり1億相当分の事業はやれと国から言われたんで、その分はまあ持ち出し、なんで私たちがそんなことしなくちゃいけないんですかと、いわゆる交付税もらってない団体からはちょっと不満出ましたけど、まあ大半の団体はあの地方交付税もらってますから。現在、まあこれはもう27年ぐらい前ですけど、現在でも都道府県で地方交付税もらってないのは東京都だけですからね。で政令指定都市でもほとんどの団体が交付税もらってます。一般の市町村でも今1700ぐらいありますけど、交付税もらってないとこは1割いくかどうかですね。大半のとこはもらってますから、まあ当時で考えると大半の都道府県市町村に1億円のお金が無条件で交付されたと。でこの1億円を使ってですね、これ町費と仕事と発想が逆なんですね。町費と仕事は何かいいアイデア出してください、そしたらあの交付金を交付しますよと。でそれも一律じゃなくてですね、それ人口規模とか財政力に応じて配ると。でこのふるさと創生1億の方は単純にもう1億渡しますから自分たちで考えてくださいと。でまあいいか悪いかっていうのはいろいろ議論があるんですが、一つまあ評価できるのは、まあ、当時27年前はまだ地方分権とかなんとか言われる前なので、地方自治体っていうのは割とまあ国から言われたことをやっているという感じだったんですね、いろんな政策について。ところがまあ財源を渡すから何でもいい、使い道は何でもいいと、まあ、交付税ですか、これあの自由に使えるんです、地方交付税ってのは。計算するときにはですね、例えば消防にいくらかかるとか、小学校にいくらかかるとか、ゴミの処理にいくらかかるっていうのは一応計算します。でそれぞれあの需要額が出ますけども、使うのは自由なんですね。何使ってもいい、あの交付税は職員の給与に全部当てちゃっても別に構わない、制度上はですね。ただまあ実際はそんなことはできませんけれども、人の制限がないので何使ってもいいですよ、交付税だから。それで各自治体で考えてくださいということで、まあ、あの交付されて、まあ、各自治体でいろんな事業があってですね、まあ、当時マスコミに取り上げられたようなものもいっぱいあります。結構多かったのはですね、温泉掘ったところが結構あるんですね。地域活性化のために温泉掘りましょうと。ただ、まあ、あの日本は火山列島ですから、深いところまで掘るとそこそこ温泉出るんですけども、まあ温泉出たけども、なんか温泉施設みたいに作ったけど、まあうまくいかなかったとかですね、いう自治体も結構あるんです。でなんかいろいろ見てたらですね、これ大分県の竹、あすいません皆さんの資料にはつけてないんですけど、大分県の竹田市っていうところはですね、温泉掘ろうと思って
一生懸命掘ったけど温泉出ずに水だけ出たと。でその水をですね、水が湧き出したんでそこを水の駅小鶴と称して、なんかまあ道の駅みたいな感じですね、整備してなんかまあミネラルウォーターして売ったりなんかしたんでしょうね。今どうなってるかちょっと分かりませんが、温泉を掘ろうと思ったら水が出ちゃったとこもありますね。あと1億円分でですね金を買ったってとこあるんですね。金塊買ってなんか市民に触らせたってとこもあるんですけど、いやこれ本当の話なんですよ。で高知県のですね中土佐町純金のカツオ像、まあ、高知はカツオがね名産ですから、純金の1億円で純金のカツオ像購入、飾ってたらいいんですけど、後に県に買い取られた、まあもう持ちきれないので県に買ってくれと。そしたらそれが盗難に遭ってしまったというようなこともあるようですね。ただ高知 の、 当時の橋本知事さんが言ってたのは、まあ、それ町から言われたんで買い取ったと、県がで盗まれちゃったと。だけど保険に入ってたんで、まあ、1億相当の保険が下りたらしいんですよ。それでなんか別のことに使えてよかったとかってなんかおっしゃってましたですけどね。それから、大分県のやっぱり中津江村、ここも黄金の鯛というのをオスメスセットで作成したが、オスが盗難に遭うと後にメスを売却と。ただ売却価格はオスメスセット以上の価格だったということなんで、多分金の相場が上がったんでしょうね。まあそれはまあ結果往来なんですけど、でもふるさと創生でふるさとを活性化しようっていうのに、まあ金塊買ったりっていうのはどうかなという気もしますけどね。でまあ他にそのまあユニークな事例として紹介されているもので、ユニークな事例として紹介されているものは結局皆さんがこう失笑が漏れるようなものなんですね。ということはまあうまくいかなかった事例なんですが、ですね、秋田県美里町村営キャバレーを1億円で開設、赤字がかさみ閉鎖とかですね、まあ、町にそういう、まあ、なんて言いますか、ね、キャバレーで地域地方創生っていうのもちょっとピンときませんが、まあ、そういうその娯楽施設がないということで、まあ、村営で、まあ、村営キャバレーって言ってますけど実際見てないのでどんなものか分かりませんけど、まあ、やったんですが、まあ、あまり流行らずに閉鎖になっちゃったとかですね。それから群馬県の新東村、そのまま貯金、そのまま貯金っていうのは、まあ、1億来たんですけども、なんか事業はやれって言われるわけですよ。使っちゃったらいつの間にか使っちゃったっていうのはダメなんで、そうするととりあえずね基金っていう形で積み立てとくと。自治体の場合基金っていうのを設けるんですね。これ条例で置くんですけども、で、とりあえず例えばなんか将来庁舎を整備しようという時に庁舎整備基金っていうのを作って徐々にこうその基金に積んでいくとかですね。実際は別に役場の金庫に入れてるわけじゃなくて銀行とかに預けてるんですけども、基金だからここはおそらく基金に積んだんでしょうね。それで、15年間で結局6000万円利子がたまったということですね。で、平成の最初の頃は、まあ、バブルの頃ですから金利も良かったんで、まあ、1億にいくらか自己財源足してですね基金積むと結構その利子がついてですね、その利子で事業できたりしたわけですよ。1億だけじゃなくてですね、それにちょっと足して例えば2億3億積んで1年間例えばまあ普通預金でも 5% ぐらいであればですねそこそこの財源になりますから、その運用益で何か事業するっていうところもありましたね。ただ金利が悪くなると運用益出ないので、結局そうなると事業継続しようと思うと基金を取り崩していって、基金がなくなったらもう事業をやめざるを得ないというようなまあ格好にもなるわけですね。それからですねもう一つご紹介しますと、山梨県の丹波山村ってとこあるんですね。私の出身地とちょっと離れたとこなんですけど、この辺でイメージだと青梅ありますね、東京の奥多摩、
あれをずっと越えていくと山梨県なんですけど、そこ入ったところに丹波山村ってあるんです。そこがこれね、よく報道されてるんで見たかもしれません。ご覧になった方、あるいは行った方おられるかもしれませんけど、日本一長い滑り台っていうのをこの美食園事業で山あいに作ったらしいんです。ところが完成3日後に日本一の座を奪われるというなんかことになっちゃってて、他もっと長い滑り台ができちゃったみたいなんですけども、今もその滑り台はあって、去年かな、なんかワイドショーでそのやっぱこのふるさと創生1億円事業のことを取り上げててですね、先ほどの高知のカツオとかキャバレーとか紹介される中にその滑り台も出てて、今もあって一日なんか日曜日とかだと1人とか2人とかやっぱり滑りに来てるようですね。ただそれで 村おこしというか地方創生になってるかどうかっていうのはちょっと疑問があります。でふるさと創生1億円事業の、まあ、反省にも立ってですね、今回の人町仕事、町人仕事はなんていうか一律に、その無条件でお金を配るっていうようなことは してない。それは、まあ、国の財政状況も非常に厳しいんで、そのばらまきしたら批判されますね。でこのふるさと創生1億円の時はですね、なんでこんなことができたかというと、財政状況が非常に良かったんですよ。でバブルの頃だったんで、税収もガッパガッパ、国ガッパガッパっていうのもちょっと言い切りがないですが、潤沢に国に入ってたんですよ。それでこの交付税という形にしたのは、普通交付税っていうのは先ほど申し上げたように、まあこれはね、各自治体の計算式でここの額が出ます。でこれを全部全都道府県市町村積み上げると必要な交付税の額っていうのが出るんですね。ただ一方で原資は法人税とか所得税とか市税とかの一定割合ですから、これとこれがイコールになるとは限らない、限らない。でこっちの方が少ないと結局こっちを割り落とさないといけないんですね、一律に。だってないそれでは触れませんから。で極端に少ないと、まあ、特例加算っていうような方法で別のとこから財源持ってきて特例的にこう原資加算したりするんですが、当時はこっちが多かったんですね、こっちが多いと。そうするとここを増やさないと余っちゃうと。で1億増やせばトータル3300億、ここが増えますから、まあそういうことで財政準備が非常に良かったんでこういう手法が取れたってことです。でいろいろ批判はね当時もありましたけど、まあ評価できる点を挙げるとすれば、地方で考えてくれということをこの事業はやったということ。町人仕事創生のこのビジョンや総合戦略ももちろん地方で考えてくれってことなんですが、これはもう平成入って27年経ってますけど、これ平成の最初の頃ですから27年ぐらい前です。その頃は地方が独自にいろいろ考えるっていう、まあ行政の中でそういう文化があまりなかった頃なので、地方で使い道は考えてくれということ。それから、まあ、交付税ですから、要するに何に使ってもいいということなんですね。町人仕事の創生の長期ビジョンと総合戦略はですね、その戦略に位置づけられた事業なら、まあ、一応それを評価して交付金出しますということなんですが、さすがに滑り台とかですねキャバレーとか純金の活動では多分交付金出ないと思うんですよ。まあ分かりませんけどね。それが本当にその人口喪失に結びつくならですよ、純金の活動とかキャバレーが、それは評価されるかもしれませんが、まあ常識的にはなんか考えづらいですよね。そうするとまあアイデアは出すものの、ある程度のやっぱり制約はあるわけですね、現実的な。ところがこの1億円事業は何に使ってもいいと、で使い道は考えてくださいということと、やっぱり一律1億円っていうことにしたところにインパクトがあったわけですね。横浜市は、ね、1億円ぐらいもらってもまあ足しにもならないって言い方は変ですけど、それは財源は多い方がいいですけども、まああれだけの団体規模、人口規模、財政規模を抱えた都市でですね、1億円でじゃ300万超える市民のためにどんな事業ができるかっていうと、まあ限られますよね、効果も。ところが町の予算規模がですね10億も満たないようなところで1億ポンときたらですね、これはもう大騒ぎですよ。1割増しですから、皆さんって給料今月は急に1割増えたらですよ、大変でしょう。
お父さんの小遣いになるのかですね、家族で外食に行くのか、まあ、それを考えましょうってことなんですね。この1億をどうしましょうかと。まあ今だったら考えられないですけどね、当時はまあそれでかなりインパクトはあったんです。インパクトはあったんですが、これ交付税ですから、制度自体がこれ出しっぱなしなんで、交付税っていうのは基本的に検証もないんですね。それがどう効果を上げたかっていうのを、まあ、全体としての検証も、まあ、もうそれぞれ の、まあ、都道府県市町村ではね、滑り台がどんな効果があったかとか、カツオがどんな、純金カツオがどんな効果があったのかっていうのは検証してるかもしれませんが、全体としてその検証もないので、まあ、そういう意味ではですね、インパクトはあったということと、地方で自分で考えてくださいっていうことには意義があったんですけども、まあ、この成果としてね、今考えると、まあ、この手法で良かったのかどうなのかっていうのは、まあ、疑問なしではないんですが、それはまあ結果論ですから、27年経って後の人がまあどこ行っても、ね、それは当事者じゃないですからね。でこの事業がやっぱり始まったのが平成元年2年ですから、2年度間に分けて1億円交付したんですね。初年度が確か2000万で、次年度が8000万だったと思いますけど、で当時私岡山県庁に出向してまして、市町村課っていうところにいましてですね、これは市町村と国のまあ連絡調整をするようなポジションで、国でいうとまあ自治省の都道府県版みたいな組織なんですよ。今は地方課っていう名前じゃなくて、ほとんど市町村課っていう名前に変わってますけどね。岡山県は当時から市町村課っていう名前でしたけども、そこにいてやっぱり国から調査が来てですね、まあ市とは制限しないし、何に使ってもいいし、使い方は考えてもいいんですが、各 市町村がどんな事業をやったかっていうのは報告してくれと一応あったので、まあいろいろこう調べてですね、いや、やっぱ報告しました。まあ岡山県には純金買ったとかそういうところはなかったですけどもね、結構まあ基金に積むっていうところがいくつかありましたですね。まあ慌てて、まあそれも一つの選択ですよ。慌てて使わずにとりあえず基金に積むと、まあ、なんとか町活性化基金とか、まあ、ちょっとかっこいい名前つけて基金積んでですね、使い道はまあゆっくり考えましょう、まあ、これも一つの選択ですね。まあ、そういうことで、まあ、この効果事業がどう効果があったのかっていうのはまあ分かりませんが、先ほど申し上げたようなそういう地方で何か考えて自分で考えるということについて、まあ、インパクトが一つありましたということです。まあ、その反省というか、まあ検証もした上で今回のマッチ式と仕事創生は、まあそういう一律にまずお金をばらまくんではなくてですね、まずはアイデアを出してくださいという方向で、まあ来ているということですね。で、まあ今マッチ式と仕事創生で各自治体で作ってますけど、まあ先行事業みたいのがあってですね、交付金を、まあ地方創生の交付金ですね、先行事業みたいなのがあって、その先行事業みたいな交付金を使ってもういくつかの事業が始まってますが、その中で多いのが皆さんもご購入されたかもしれませんが、それぞれの市町村なんかがそれぞれの市町村版の商品券みたいなの発行してますね。1万円分で1万2千円プレミアがつくと。で、まあ、使えるお店は大体まあその市町村の中にねあるお店とか多いんですけど、昔あった地域振興券っていうのはありましたですね。これはまあちっちゃい15歳以下の子供がいる家庭とか、そういうところに地域振興券2万円ずつだったかな、各市町村が巻いて、これはもう国費で、全額国費だから、まあ国の施策ですね。実施は市町村ですけど、でやっぱりそれぞれの地域の商店で使える、地域振興につながるということで、まあ、地域振興券事業があったんですが、まあ、これも地域振興につながったかどうかっていうのは分かりませんね。2万円もらっても普段生活するための生活の日用品を買う現金の代わりに振興券使っただけで、現金は貯金しちゃいましたってことになると、まああんまり地域振興に寄与しませんね。で今回の商品券は国から一斉にばらまきではなくて、各自治体で、取り組むところには、まあ、そういう交付金を出しましょうと。で、要するに1万円買う人ですよ、市民の方は1万円で1万2千円分の
商品券もらえるわけですから、その2000円はどこから出てるのかっていうと、この交付金が当たってるわけですね。原資は税金なんですよ。でこれがまあ、各地ですごい人気でですね、まあすごいその市役所に行列ができたとかやってますね。それからこの、まあ、商品券と並んで旅行券っていうのもいろんな都道府県なんかで出してますね。旅行券、これ例えば山梨県なら山梨県が旅行券出せばですね、例えば、5000円の旅行券で、まあ、1万円分の宿泊ができるとかですね、これもやってます。でそれはプレミア分がついてるわけですが、そのプレミア分も、まあ、交付金が当たってるわけですから、原資は税金ですね。これもすごい売れ行きだそうでですね、一番最初に都道府県で出したのは鳥取県が一番最初にその旅行券発売。鳥取に旅行行く人ってどのぐらいいるのかなと思いますけど、これがね、なんか5分も経たないうちになんかインターネットかなんかでこう発売したらしいんですけど、コンビニだったかな、とにかく5分ぐらいで売り切れちゃったということになってまして、本当は鳥取ですから、この町人仕事創生の担当大臣である石破茂大臣のご地元なんですよ。で当日なんか朝9時にね、どっか都内のコンビニで石破大臣がその振興券を買うっていうのをこうちょっとセレモニー的にやる予定だったらしいんですが、9時前に売り切れちゃったんでセレモニーは中止になったということがニュースで出てました、ね、でこれもまあ各地で大人気ですね。で私の、まあ、地方自治研究機構は東銀座に事務所があるんですけども、そこのすぐそばにですね、群馬県のアンテナショップがあるんです。東銀座で駅出てすぐ歌舞伎座の道路挟んで反対側なんですけど、群馬ちゃんちっていう名前の群馬県のアンテナショップがあるんですが、8月の上旬ぐらいでしたかね、お昼食べに出たらですね、すごい行列なんですよ、群馬ちゃん家からこの歩道を。で何かというと群馬県が発行する旅行券をみんな買いに来てたんですね。でやっぱり、まあ、群馬は、まあ、温泉も多いですしね、まあ、群馬の温泉行こうという人たちが並んでたんだろうと思うんですが、ただ、まあ、実際どういう人たちがね買ってるのかっていうのは、まあ、よく分かりませんけど、これもすごい人気ということなんですが、まあふるさと創生1億円事業のお話を皆さんお気づきになったかもしれませんが、これがいかほどですね、その地域の活性化だとか地域振興に結びついているのかっていうのは、まあ、よくわからないんですね。商品券なんかでも、まあ、なんて言いますかね、現金で1万円買う人が商品券1万円使って、現金は使わずに貯金してしまったら別にその需要が増えるわけじゃありませんから、地域の例えば商品券使えると、そうするとその商品を使ってお客さん増えるんじゃないかと期待してた地元の商店の方とかからするとですね、まあ大してプラスになってないわけですよね。で旅行券の方も、まあもともと旅行しようとしてた人が旅行券を使って旅行したとすればプラス効果はないですよね。今までの旅行者に加えて旅行券で、まあ、もちろんそれを期待して旅行券出してるわけですが、プラスして旅行券を使って旅行に来た人がどのぐらいいるかっていうのを検証してみないと効果があったかどうかっていうのは分かんないですね。旅行券なんか、まあ、よく分かんないですけど、どこか業者が買い占めてんじゃないかとかね、いうような話もあって、実態のところはよく分からないですけど、だからそれはある程度事業があって検証してみないと分からないですが、まあどの程度効果があるのかっていうのは、まあ疑問なしとしないということですね。そうすると、まあこれも当初の目論みと、まあ事業の効果っていうのが、まあイコールになってないということですね。で当初の目論みと、その事業の効果がイコールになってないんだけど、なんか非常に盛り上がってる例を最後に一つ申し上げるのが、資料もちょっとお配りしてます、ふるさと納税ですね。ふるさと納税っていうのは、これは前にも一回申し上げましたが、これ決して税金ではありません。ふるさと納税、ふるさと納税と呼んでますけども、守谷市にふるさと納税しましたという人がいたとしてもですね、それは税金払ってるわけじゃないんです。これ寄付金です。元はっていうか、皆さんが出身地に例えばふるさと納税したとしても、お支払いになってるのはこれ税金じゃなくて寄付金ですね。
寄付金です。で、もともとは、まあ、ふるさと納税の発想っていうのは、これはあの福井県 の、 あの今も知事されている、まあ、西川知事さんあたりとか、あるいはあの今官房長官しているあの菅官房長官が総務大臣の時に、まあ、提唱してできた制度なんですが、まあ、あの都内に今住んでも、まあ、私もそうですけど、まあ、都内というか私はまあ埼玉県なんで厳密に言うと都民じゃありませんが、まあ、地方から都市部に出てきてですね、生活していると。で、私は今埼玉県の新座市とかに住んでますから、地方税はまあ埼玉県と新座市に払ってるわけですよ。これは税の仕組み上、自分住んでるところに払うのが地方税ですから、まあ、国税は国が取りますから、まあ、どこに住んでても一緒ですけども、だから皆さん守谷市にお住まいの方は守谷市に、市民税、それからまあ茨城県に県民税を払ってるわけですね。で、なんでかっていうと、それはあの住んでいるってことはですね、茨城県なり守谷市から有形無形の行政サービスを受けてるわけですよ。まあ、道路を歩くとかですね、学校に子どもが学校に行くとか、有形無形の行政サービスを受けているので、その対価として税金を払っているわけですね。で、税金っていうのは自由に払うものではないんです。これは、まあ、あの憲法に納税の義務っていうのがありますね。で、租税法定主義っていうのが憲法にも書いてますから、税金っていうのは法律に根拠がないと取れないわけです。で、税金っていうのは法律に根拠があって、その一方的にですね、国や自治体がその法律に基づいて一方的に国民の方にですね、あの要するに課税主体、まあ国民だけじゃなくて法人の場合もありますけども、個人だけじゃなくて法人の場合もありますが、とにかくあなたはこういう法律に基づいてですよ、あなたはいくら税金を払いなさいっていうのがもう一方的に決められるのがこれ税なんですよ。強制徴収ですね。で、税金払わないと強制徴収されて、滞納処分ですね、財産差し押さえたされたりされちゃう。これはやっぱ法律に基づく権限として国や自治体はその権限を行使できるわけですね。それは有形無形のサービスを国なり自治体から受けているその対価として、まあ、税があるという考え方ですね。だから自由意志に基づいて好きなところに好きなだけ払うっていうのは税ではないんですね。それはだからふるさと納税という名前になってますけど、これは寄付金なんです。あえてあの正確に申し上げると、でそもそも の、 その発想はあの今は都会に住んでるけども、やっぱり自分を育ててくれたふるさと、この場合のふるさとっていうのはまあ出身地ですね、恩返しをしたいと何らかの形に。そうすると地方税の今自分の住んでる自治体に払っている地方税のですね、一部をその出身地にも払えるような仕組みを考えた方がいいんじゃないかというのがそもそもの発想ですね。ただ先ほど申し上げたように自分の自由意志で納税先を決められるというのは税の制度上まあありえないですよね。なのでそれに代わるものとして、じゃあふるさとに寄付をしたら、あのこれは寄付金です。あくまで寄付は自由意志ですから。で、寄付っていうのは基本的に自分の自由意志で寄付をして反対給付を求めない、見返りを求めないっていうのがまあ寄付ですね。厳密に言うとっていうのはまあ後にちょっとあるんですけど、まあそれが寄付なんですけども、それ寄付しますと。寄付したらその寄付金額のうち一定分については住民税なり所得税を控除してあげましょうと。そうすると、まあ、結果としてふるさとに税金一部払ったのと同じような効果が生まれますよということで、まあ、このふるさと納税の仕組みができたんですね。で、できた当初はね、やっぱりそんなにね、あのふるさとに寄付するって人も、まあ、そんなになかったわけですよ。ところがこれが始まって少し経つと、せっかく寄付をいただいたんだから、まあ、ちょっとお礼もしなくちゃいけませんわねということで、最初の頃はそのいわゆるお礼の品ってのは、ね、本当に質素なものだったんですよ。ところがそのうちですね、まあ、せっかくお礼するんだったら町の特産品でもあげたらどうでしょうかと。うちはいい肉があるので牛肉でもお土産にしましょうかねとか、あの果物をお土産にしましょうかねという自治体が現れ始めたということですね。で、それがまあいろんな形であの PR があの行き届いていくとですね、ふるさと納税ってのは、まあ、あの例えば1万円あの分かりやすく言うとですね、大雑把に言うと計算式はあの所得に応じたりして細かいんですけど、1万円
どっかの団体に寄付したとしますね、A なら A、 そうすると2000円はこれこあの控除されますから、残りの8000円分が税金返ってくると、このような、まあ、仕組みなんですが、2000円はどうしても取られちゃうんですけれども、8000円分返ってくると。で、お土産で、まあ、5000円相当のお土産を、まあ、もらえるという、まあ、形になるとしますね。そうすると1000万になっちゃいましたね。1000万寄付する人はあんまりいないと思うんですが、まあ、1万円この A という自治体に寄付しましたと。で、自分はまあ B という自治体に住んでますね。これ個人です。そうすると8000円こうバックされるわけですよ。わかりやすく言うと、大雑把に言うとですね。そうすると負担は2000円ですね。1万円こっちに寄付してもこっちから8000円戻ってくるわけですから、この人実質2000円しか負担してないと、8000円戻ってくる。そうするとここからお土産が5000円相当の牛肉が送られてきたとしますね。そうすると2000円で5000円の買い物できたっていう PR になってきたんですよ、だんだん。そうすると当初ね、この制度が施行してた自分の生まれ育ったところに行くばっかでも恩返しをしたいと、ね、恩返しをしたいと。そうすると今住んでるところに払ってる税金の一部をこっちに払えないかという純粋な動機からですね、だんだんこの5000円相当の品が2000円で買えるみたいな、そういうなんかお得感のプレミア商品みたいになっちゃってですね、今ではまあいいか悪いか別にしてですね、各自治体のこういうこの何がお土産だっていうのを全部まとめたポータルサイトなんか作ってる方いましてですね、それでどこに寄付したいとか言うんじゃないんですよ。そのポータルサイト見ると、あなた何が欲しいですか、牛肉で、そういうのをクリックしていくとですね、牛肉をお土産につけてる自治体とか出てくるんですね。まあそれも一つの商売ですから、別に違法でも何でもないんですよ。それはまあやっぱりそういうところに目つけどころがいい人がいるんでしょうね。そうするとそのこの自治体は本来1万円入ってくるべき税金が2000円しか入ってこないわけですから、この自治体はまあその分損してるわけですね。でこっちの自治体はどうかというと1万円丸々入ってくるわけですよ。で5000円その お土産代に使ってもまだ5000円残るわけですね。でまあ事務費とか何とかちょっと差し引いたにしても、例えばそれが1000円かかったとしてもですね、これ発送費とかいろいろ事務費かかったとしても4000円はまあ悪い言い方すると丸儲けになるわけですね。そうするとこの財源不足に悩む自治体がですね、これちょっといいんじゃないのということで、ここお土産を充実してですね、そうするとふるさと納税でまあ1億円まあ利益っていうのは変ですけど、ふるさと納税がもう億単位でありました。でお土産とその手数料というか事務費引いてもね、数千万円手元に残って財源に乏しい我が自治体としては非常にいいということになるわけですね。でそういうのがまた取り上げられる始めると、このせっかくその出身地にですね、いくばくかのお返しをしたいというこの純粋なですね、まあ田舎者のこの思いがですね、田舎者の思いとか言うと怒られますけど、地方出身者の思いを何とかしようというふうに始まった制度が今や全然逆の方向に行ってしまってですね、なんか自治体のその PR 合戦みたいになって、お土産合戦みたいになってるんですね。でさすがに行き過ぎはまずいんじゃないかと、中には土地をお土産につけますなんていう、もちろん1万円で土地もらえるわけじゃないんですよ。一定額以上ね、この寄付してくれた人にはもちろん控除とかなんとか、こっちは別として、このお土産としてまあ田舎ですから土地余ってますから、町有地を提供しますなんていう自治体も現れてですね、まあさすがにそれはまずいんじゃないかと。それは寄付じゃなくて、寄付のお礼じゃなくて、
これは諸国に当たるんじゃないかと、こっちがですね、というような批判もあって、それはすぐ撤回をしましたけども、まあ行き過ぎちゃうとそういうこともなりかねない。で今北海道の方にその牛肉なんかこうつけてですね、すごい成果を上げてる自治体もあるんです。それでふるさと納税してくれた人をですね、まあ誰がしてくれたかって分かりますから、東京のなんかどっかホテルかなんかに招待してお礼の会したりですね。でその自治体高額なふるさと納税した人のその特典にはですね、なんか気球に乗ってこうちょっと北海道をね巡るとか、全土じゃないですけど、北海道全部じゃないですけど、その町のね上空を気球に乗れますよとか、まあそんなお土産まで出ちゃってる。そうするとまあお土産合戦みたいになっちゃうわけですね。まあそれが果たしていいのかどうかってことですね。でたまたま見つけた、これまあ中国新聞って岡山の方の新聞なんですけど、ふるさと納税で明暗、広島山口、これまあ中国5県ですよ、岡山島根鳥取広島山口なんですが、広島山口は地道 PR でも低迷、だから PR お土産もそんなつけてないし、PR もそんなしてないので、まあそれは制度のね趣旨からそういうもんじゃないということで、自治体の方が、これは県ですけどね、やってるので、まあふるさと納税の額もそんな増えてない。一方で岡山島根鳥取返礼品充実多額にと。で岡山は私も2年間岡山県庁、先ほど言ったと申し上げましたが、やっぱり果物の産地ですね。白桃ってこの白い桃、こう高級品ですよ。それからマスカットですね、ブドウ、これも高級品ですね。地元の人はあんまり食べられてないようなんですが、こういうのをまあお土産にするわけですね。白桃なんかですね、なんかいい時だと1000円ぐらいするんですよね、桃1個がですよ。で5個セットだと5000円ぐらいじゃないですか。でもそれをお土産につけると2000円で5000円の桃が来るとかいうと、みんなそれ申し込むわけですね。そうするとまあそもそものその自分の生まれ故郷をちょっと応援したいと。で生まれ故郷じゃなくてもね、まあ、私がずっと申し上げてきた自分の心を寄せる場所、自分のふるさとと思う場所を応援したいということで寄付するんじゃなくてですね、このお土産を目的に、単なる、まあ、カタログのね、その通信販売みたいな感覚でですね、この制度がまあ使われちゃってると。でまあそれは制度そのものの趣旨とは違うんですが、一方でこの自治体ですね、先ほど申し上げた成果を上げている自治体からすると、じゃあ何が悪いんですかということですよ。別に違法でも何でもないわけです。いや、せっかく私のところに寄付してくれたんですから、やっぱりいくばくかのお礼はまあするのが人情ですよねと。でこのお礼もですね、大体地元の特産品が多いんですよ。そうするとまあ大義名分と言っちゃ変ですけど、いや特産品の PR にもなると。でふるさと納税してお土産もらったと、牛肉もらったと、美味しいと、そしたらその人が今度は買ってくれるかもしれないと。でまた買ってくれてまた美味しいとなると、じゃあ今度あそこに行ってみようってことになるかもしれない。そういう効果を狙って、まあ、お礼とともに特産品の PR ですというようなことで、まあ、それもまあ一理あるといえばまあ一理あると、まあ、制度をうまく目をつけて、目をつけてって言うと変ですけど、活用してまあやってるってことですね。ただあまりにもそのお土産の方がまあ行き過ぎてる例が結構出始めてきてしまったので、本来の趣旨からするとどうかなということですね。でこの前全然別件で埼玉県の鶴ヶ島市の方にちょっとうちの講習会で講演してもらったんですね。ただその方がおっしゃってたのは、鶴ヶ島市もふるさと納税であんまり成果が上がってなかったけれども、なんですか、鉄道向けの N ゲージとかなんかあるんですかね、工場がなんか鶴ヶ島にあるらしいんで、なんかそのレア物のね、なんかこう限定みたいなのをお土産につけたら、返礼お土産というか返礼品にしたら、ふるさと納税がなんか飛躍的に伸びたらしいんだよね。でそれは別に鶴ヶ島を応援したい人が鶴ヶ島にまあ寄付してるんじゃなくて、そのレア物の N ゲージを欲しい人がですね、なんか
やっぱり寄付してるんですよ。だからうちの職員もちょっとマニアみたいなのがいて、いやあんなもらえるんだったら私もしようかなとか言ったりしてて、そうするとやっぱりちょっと繰り返しになりますけど、当初のそのふるさと納税というものが目指した趣旨からするとどうかなと。だから当初の発想はですね、私がずっと申し上げてきたこのふるさとづくり有識者会議で言っているようなふるさとづくりというものを念頭に置いて、まあ、そのふるさと納税制度というのはできたんですけど、現実にはどっちかというとこの町市と仕事総合戦略の方じゃないですけど、地域の経済をどうとかしようとかいうような方にどっちかというとシフトしつつあるということですね、制度の使われ方が。でこのお土産品にしてもですよ、地元から調達すれば、例えばその牛肉のね需要増にちょっと悩んでたような酪農家の人もですね、そこからこれ調達すればですね、そっちの方でもまあ商売良くなりますよね。でそこの景気良くなればまた住民税増えるんで、まあそうすると経済も好循環するということですね。ただこれがまあいつまで続くのかどうかっていうことと、やっぱりまあこれどうなるかなという感じはしないでもないんですが、まあ政府の方ではですね、やっぱりこの制度はまあいいという、まあ、相対的全体的にはですねいいという評価になっていて、で今までのふるさと納税っていうのはですね、まあこれまでは確定申告しなくちゃいけなかったんですね。サラリーマンの方も普段確定申告しない方もとりあえずまあこれ寄付しますから、そうすると寄付したって証明書が来るので、証明書をつけて確定申告して後でまあ8000円還付が来るっていう制度だったんですが、これをまあいろいろまあ制度の仕組みは複雑なんですが、例えばいくつかの自治体まで3つか4つかなぐらいまでの間の自治体に寄付して、その一般のサラリーマンの人でもともと確定申告いらない人だったら確定申告を不要にしようと、要するにこれ使いたいんだけど確定申告が面倒くさいっていう人も、まあ、中にいるもんですから、確定申告も一定の条件満たせば不要にしようというようなことですね。もう次のだから、来年度の確定申告かなに向けてはもうそういうふうに制度変えるということになってます。で、まあ、一部、まあ、お土産品についてはね自粛しましょうみたいなことも総務大臣の通知で一応書いてますけども、一応これやめるってことじゃなくて引き続きなんか充実しましょうということになってますね。それはどっちかというとこの人町人仕事創生の方の流れでそういう形になって、地方の自治体の努力で、まあ財源確保の有力なツールみたいな形になってます。それからまあどういう制度になるか分かりませんが、これは個人です、個人の方の制度ですが、これを法人にもなんか広げましょうみたいなことで今政府の中で検討が始まってます。まあ私も税の専門家じゃないんで具体的にどういう制度にするのかっていうのはあまり分かりませんが、ただまあ今でもいろんな民間の法人がですね、まあ、株式会社なんかも国や都道府県市町村に寄付するとその寄付金が多分会社をもらえたで経理やってた方はご存知だと思いますが、損金算入されるような仕組みに確かなってるはずなんですよね。なのでそれに加えてどういう制度にするのかっていうのはちょっと分かりませんが、もう個人だけじゃなくて企業も対象にしようというようなことで検討も始まってます。まあこれが本当にそのまあふるさとづくりに結びつくのかどうかっていうのはですね、ちょっと疑問なしではないんですが、ただ当初の理念はこのふるさとづくり有識者会議で言ってるようなふるさとに恩返しをする、何らかの形でふるさとに恩返ししてそれで関わりを持ちたいという人のためにまあできた制度だということですね。で今日は主に3つ、町市と仕事創生の話と、それからふるさと創生1億円の事業と、最後まあこのふるさと納税の話をしました。でまあ、残りは質疑の時間でしたいと思いますが、ちなみに守谷市ももちろんふるさと納税受け付けておられますね。ただ、まあ、ホームページを確認する限りではこのお土産はですね、非常にマグカップとかなんかハンカチセットだったですかね、タオルセットだったか、まあ、非常に今質素なものって言ったらいいんですけど本当にお土産っていうかお礼になってますね。だからそれはやっぱりもともとの発想がですね、そういうなんて言いますか外貨獲得みたいな発想じゃなくて守谷のために
盛り屋を持って、まあ、寄付してくれる方に、まあ、ちょっと、まあ、お礼をしたいという発想だろうと思いますね。でもう一つ、まあ、言い忘れましたが、ふるさと納税、まあ、この寄付金の特徴としてですね、最近多いのはこの寄付金の使途を何に使うかということについてですね、ある程度希望が言えると、なんか丸つけるようになってて、そのいろんな自治体によってはですね、例えば教育に使ってほしいとか福祉に使ってほしいとか、なんか希望も書けるようにまあ、なっています。そうすると、まあ、それ希望通りになったかどうかっていう検証もまあ必要になってきますね。厳密に言うと、その使途を特定してですね、その使途に使わないんだと私寄付しませんっていうのは、寄付を受けるときはこれちょっと専門的になりますが、いろいろ複雑な制度になっててですね、自治体の場合議会の議決を取らないと、まあ、いけないことになってるんですね。このことに使うために私は寄付しますと、例えば守谷のなんとか小学校を建てるために1億円寄付したいと、でもその建て替えに使わないんだったら私は寄付しませんから、使わないんだったら返してくれという条件の寄付を受けると、寄は議会の議決がいることになってるんです。その寄付を受けちゃうと建てる義務が発生しちゃうので、それは議会の了解も取りましょうという制度になってるんですが、まあ、ふるさと寄付金の場合はですね、そこまで厳密な、まあ、制度として仕組んでないので、一応希望を聞くだけという形になってますので、いちいちその一件ごと A さんから寄付を受けるために議会の議決とか、そこまではやってませんけれども、ある程度、まあ、使途を自分で希望できるというような形にもなってます。まあ、もしかしたら皆さんの中でふるさと納税されたことある方がおられるかも分かりませんけれども、まあ、制度のもともとの趣旨っていうことは、先ほど申し上げたように、まあ、ふるさと出身地を思う、少しでも、あるいは自分の関わりがあるところを少しでも応援したい。東日本大震災の年は東北3県を中心に、東北の各県あるいは市町村というのはふるさと納税の額が非常に多かったですね。やっぱり、まあ、もちろん被災地ですから、ああいう状況なんで、おそらく返礼品みたいなのはおそらくなかったと思いますけれども、それは純粋に応援したいという気持ちですから、そういうのは、まあ、ふるさと納税の、まあ、趣旨に、かなうものだと思います。みんな復興を応援したい、あるいはふるさとを応援したい、自分の関わりのあるところを応援したい、それがまあ本来の趣旨ですから、まあ、個人的には今 そのお土産 その競争合戦みたいのはちょっとどうかなという気はしてますね。というのが、寄付っていうのはもともと反対給付を求めないのが本来は寄付ですから、お土産目的に寄付するっていうのは、まあ、厳密に言うと寄付じゃないですよね、という気が一応してます。まあ、皆さんどうお感じになるか、それぞれお考えになっていただければと思います。私の方からの話は以上でございます。救済されません。はい、だから取られ損というと変ですけど、この分還付するわけですから、まあ、確定申告の手続きとかそういうのはもちろんあるんですけど、厳密に言うとこの分だけ税が減るってことですね。まあ、一部国税もありますから、例えばこの自治体が8000円まるまる減るわけじゃないんですけど、国税の分は少ないので、B 市に住んでる人がですね、他の自治体にどん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 ふるさと納税すればですね、その分税収減るわけですから、やっぱり都市部の自治体からは一部批判があります。でしかもこうふるお土産合戦みたいになって、なんか外貨獲得みたいにまたはしゃぐもんだから、こっちの自治体が、うちの自治体はですね、まあ自治体にもよるんですけど、はしゃいでるとこもはしゃいでるなと思われるようなとこもあるわけですよ。こんなに成果があったとかですね。そうするとこっちからすると、まあ面白くないっていうのは、それは正直なところなんですよ。それでですね、例えば今日お配りしたですね、
このふるさと納税の方の資料のちょっとページ数があれなんですが、後ろから2枚目を見ていただくとこの表が出てますね。平成26年度寄付金控除額に関する調べ、これです。後ろが2枚目ぐらいの表、分かりますかね。あ、そうか、両面コピーだから後ろから2枚目って言ってもあれか。後ろのページをめくっていただく、あ、今ご覧になっているその表ですね、はい、その表ですねってお一人だけに言っても分かる人分かんないんですが、この表はですね、どういう表かと見ると、あの、例えば北海道寄付金額7104321000円って書いてますね、7億1043万2000円これは北海道にこれだけ寄付があったというふうに見る表じゃないんです。北海道の人が、ふるさと納税をした金額が入ってるわけですよ。だからこれ見ると東京都が人数も28753人で、額も38億1424万5000円で多いですよね。パッと見るとなんか東京都にこんなにふるさと納税してるのかというふうに思われますが、東京都に住んでる人がふるさと納税した額が入ってるわけですね。そうするともちろんこの額とイコールじゃありませんけれども、まあ、トータルするとこれのうち数ですが、かなりの額の税金が地方にまあ行っちゃってるとっていうか、まあ、その自治体からすると減ってるってことですね。ということなので、まだまだまあ税の全体の規模から見るとですね、そんなに大きな額ではないんですけども、で都市部の自治体っていうのはまあ言ってもまあ、あの地方の自治体に比べるとまだ財政状況があのいいので、そんなにまあ目くじら立ててはいませんが、でも中にはやっぱりこのことについてですね、あのこの制度で本当にこういうことでいいのかと、お土産合戦みたいにしてやることがいいのかということを、あの有事自治体は都市部の方にないわけではありません。ただこれについては特にその分ですね、なんか補填措置があるわけではありません。あのそれと向いてですね、はい、あのやはりあの在邦外国人、今どうせこれあの日本人投資のお話ですけども、あのふるさとに外国に母国に納税したいんだっていう声は上がらないと思うから言えないんじゃないですか。あの、まあ、外国人の方がですね、税をどこに、あ、まあ、例えば日本人の方でもですね、アメリカに住んでる方が、まあ、日本に税金を払いたいという方はおられるかもしれませんね。ただ先ほど申し上げたように税っていうのは、まあ、日本の場合で言うとですね、国がどういう課税主体ですね、どういうものにいくらどういうルールで税金をかけるのかっていうのは全部法律で決めることになってます。で法律で決めちゃえばですね、あの日本にいる外国人の方もその課税主体になれば、これは強制的に捉えるものですから、今の制度ではあのそういうことで捉えちゃうわけですね。で今度その人があの外国に、まあ、自分の本国に、だからまあ税なのか寄付なのか分かりませんけど、このふるさと納税のなんか国際版みたいのを作ってくれという声が出た時に、それをどうするかっていうのはあのその時の判断になると思いますけど、今のところまあそういう声もあまりありませんし、あの可能性としてはかなり低いというふうに思います。
ちょっと疑問に思ったのは、これから2050年というタイムスパンの中で、高齢化部分の自然死亡率ですかね、これは結構出てくるなと思うんですね。そうするとその分をカバーしていかなくてはいけない数字というのをもっと膨らんでいくんではないかというような気がしまして、もう一つの質問は、じゃあどこでもそこに調査させなくてはまずいものができますよね。それは例えば2050年とすると、そこに調査させるためには大体出生率をどこまで引き上げなくてはじゃないかという数字が多分出てくると思うんですけども、見えてそれは結構高い数字だと思うんですね。じゃあそのためにじゃあ何をするかというような形のですね、その、戦略ですかという形の、そういうことをもちろん考えられると思うんですけども、その辺のところの質問です。はい、私もこれに直接関わっているわけではないのですが、1番目の質問と2番目の質問と絡むんですけども、おっしゃるように、私も徳島県の少子化担当課長というのをやりましてですね、やっぱり人口を維持していくためには 2.01 かな、出生率がないと人口を維持していけないんですね。だから今の人口をずっと維持しようと思うと、年齢の高齢者が多いとかいうのは別にして、やっぱり 2.01 ないと人口維持できないんですが、現実には今全国平均だと 1.2 とか 1.3 とかそのぐらいですよね。でここで 1.8 って書いているのはですね、多分2まで行くのは相当無理をしてもこれ無理だろうと。で先ほど申し上げたように、この長期ビジョン総合戦略をもとにですね、各都道府県市町村はこれを見ながらそれぞれの戦略を立てるわけですけれども、これが要するに絵に描いた餅だとですね、全都道府県市町村が作る戦略もみんな絵に描いた餅になっちゃうわけですね。そうするとこの 1.8 程度に向上するっていうのもですね、これ若い世代の希望が実現するとってどういう意味か分かりませんけれども、1.8 に向上するってのも、かなり楽観的な数字、楽観的っていうか、ちょっと少子化対策を徳島県でやった感じからすると結構この 1.8 まで持っていくっていうのも難しいと思いますね。今 1.8 近いのは多分沖縄県とかですね、そんぐらいいくつかだけだろうと思いますね。東京なんかも 1.0 とかそんぐらいですから、だからそういう意味で本当は 2.1 必要なんですが、もう人口のまま維持していくのは無理だろうという前提で、ただその下に書いてますね、1億程度は確保したいということであれば、逆に言うと 1.8 ぐらいはその出生率が向上する必要があるということだろうと思います。で問題はそのために何をやるかですけども、結局その出生率っていうのは目に見えて向上するというのはおっしゃったように時間がかかるんですね。こう人口回復するのに、子供が成人するまでに成人年齢18とかなんか引き下げるとかなんて話もありますが、仮に18にしたって18年かかるわけですよ、子供が大人になるのに。でその子がまた子供を産んでということになると、ある程度当然30年40年のスパンで考えないと人口回復っていうのはなかなか難しいんですね。でこれ日本は一応ですね、結婚して、順番から言うとですよ、男女が知り合って結婚して、子供生まれるという順番ですから、子供を産む前にまず結婚ということもあるわけですね。ところが最近は結婚しないのかできないのかよく分かりませんが、若い人がなかなか晩婚化になっているとかいろいろ言いますが、結局結婚するとかしないとかですね、それからお子さんを産む、作る作らないという言い方はなんか良くないって最近方々で言われるんですが、子供を何人欲しいとかいうのは個人のこれライフプランというかライフスタイル、個人の一番の選択ですから、この少子化の関係の、話をよくされる大学の先生なんかも、親にだって結婚しろとか子供を作れとか言われると頭くんのに、国から結婚しろとか子供を作れとか言われたらやっぱりみんな反発しますよねなんて話をする、大学の先生もいらっしゃるのに、そこの部分が結局個人の価値観によるところが大きいのでですね、
どんな立派な戦略を作ってそこに財源を投入しても結果が出るかどうかっていうのはわからないんですね。これはで、まあ余談になりますが、私も徳島県庁にいる時に、まあ、少子化対策の施策いろいろ考えましたけども、まあ、考えることもだんだん尽きてくるわけですね。と部下が、課長もこれはもう出会いの場事業を県がやるしかありませんとかなんか言うわけですよ。でその時にちょっと待ってくれと、男の人と女の人の数っていうのは大体同数だと、それで出会いの場がないとかなんとかいうのはそんなの、まあ大きな声じゃ言えないけど個人の努力が足りないんじゃないのか、そんなことまで県は責任持たないぞと言ったら、課長うちにも独身女性が3人いますから大きな声ではとか言われてですね、で私が変わった次の年にその当時の部下はとうとうやることになりましたなんて言いに来ましたけど、まあそれがどのぐらい効果があったのかっていうのはよく分かんないです。なので少子化対策っていうのは子供を結婚させるとか子供を作れということではなくてですね、まあ結婚したいんだけどなかなか出会いの場がないとか、子供欲しいんだけど経済的にとか、まあ、面倒見てくれる人がいないから保育所がもうちょっとあればという人に後押しをしてあげるっていうことなんですね。なので、まあ、ここに書いてある出生率 1.8 もですね、本当にここに届くかどうかっていうのは正直やってみないとわからないです。県議会でやってみないとわからないですったらなんか無責任だとかつって共産党の議員さんに責められたのを今思い出しましたけど、これはもう数字は結果論ですから、ただそういう支援を求めている人に、支援をしてあげることによって多少なりとも、まあ、人口回復してくるんじゃない、まあ回復というかですね、もう回復はしないと思いますね。人口減少どの程度で止めるかっていうところだと思います。ただ問題はですね、まあそういうその出生率を上げようっていうのは全国で一律に取り組めばもちろんいいんですけども、こううちの町にどんどん移住してもらおうとかですね、いうような施策はこれ考えた時に人の取り合いなのでトータルで見ると人口増になるかどうかは分からないですね。 A に B に移っただけなので日本全体トータルで見ると人口増えてるわけじゃないので、そこはまあそれぞれの町にとってみればね重要なことではありますけれども、国全体で見るとやっぱりまあ出生率を上げると、それから人口の移転も先ほどトータルで見るとね増えないんでっていう話をしましたが、都市部から地方に移ってきていただけるんであればですね、まあ東京の一極集中を是正して日本が全体がまあ均等にっていう方もちょっとどうかと思いますけど、日本の地方部も活性化するという観点で言えばね移住してもらうっていうのもいいかもしれませんね。まあそれもそれぞれの自治体のその置かれた状況によってやっていただくということだろうと思います。でまあ結論から言うとこの 1.8 に向上させるのはかなり至難の業だし、それで2060年に人口1億人をキープできるかどうかっていうのも結構難しいとは思いますけども、一応まあそれを目標に頑張りましょうというのがこのビジョンということであります。はい、いい感じです。